占いしたい人は言ってください。初ライブ占いは初ですね。さっきインスタグラムのライブをちょっとやってその実験でやってみて、タイちゃんやりますか。何がいいですか。タロットカードと生年月日でもこれみんなに言わないとダメになっちゃうけど大丈夫でしょうか。マジで生年月日言える。バレるけどいい。名前はいいか。生年月日マジで生年月日いい。じゃあタイさん生年月日を打ち込んでください。打てますか。西暦がいいかな。西暦でお願いします。ライブ占いです。ライブ占い中です。占いしたい人は並んでください。マジ？デブが止まらなくて困っているんですね。1983年の1月25ですね。あ、間違った？え？あ、デブが止まらなくて困ってるんです。間違えた？1983年の合ってる？1983年1月25ね。はい、では行きます。ちょっと待ってくださいね。今1983年1月25日。あら、肉ですね。肉の番号、これは厄介な番号が出てきましたね。タイさん、これ厄介ですよ。今何歳？タイちゃん今何歳だっけ。年分かんないとまずい。内緒？肉？タイちゃんこれね、年齢分かんないと占えない。いや、じゃあ水野さん関係ないから29って。水野さん関係ない、聞いてないわ。あ、34おめでとうございます。34歳ですね。っていうことは、7ですね。ちょっと待ってくださいね。肉だ。234567891912345678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 9123456
一個天中札に入ってますね、これは。分かりづらいかな。タイさん、みんなレンさん25ってそれ年ちょっと待ってください。これタイさんのね占い結果なんですけど、そうタイさんね、サブ番号が天中札に入ってますね。ここサブ番号が天中札に入ってて、あのね今ちょっと厳しい時です。あのデブが止まらないのは今しょうがないです。今ね天中札がここはね、デブを改善しようとしてしまうと逆に体に悪いので、ここはそのままいきましょう。新しいことしない方がいいんですね。ダイエットを始めるとかそういうのは来年になってからの方がいいんですね。今年はやらない方がいいんですよ。来年の1月になってからの方がいいです。来年の1月25日を超えると運気はちょっとよく上がってきて、あと2年もすると運気上がるんですよね、ダイさん。だから今ねちょっとこれ今ちょっと波書きますね。でこう波が今のところどこかっていうと、こうやって運気ぐーっと上がってきて、でちょっとこう運気って下がるんですよ、こういう風に。でこう
こうまあまた次にこう 山になるんですけど、大さん今どこにいるかっていうと、ちょっとねこの下りのどこにいるんですよね。だからあと2年ぐらい待つと運気が上がってくるんですよ。だから今ねちょっと厳しい時期ですこれ、大さん。じゃあで、ね、特にねこの11番と9っていう番号を大さん持ってるんですけど、大さんは11番と9ね、これそう11番と9っていう番号をお持ちになってます。こういう人はどういう感じかっていうと、なんでしょうね、感情に揺さぶられる方です。非常にで本当に信頼してる人じゃないと話も聞けない人が多いですね。11と9の組み合わせっていうのはそういう人が多いです。でただ自分が信頼を置いた人に関してはすごい心を開けます。そしてその人の話も聞ける。で頭が悪い人が嫌いです、こういう人は。多分タイさんは頭が悪い人は嫌いだと思います。で今天中札ね、ここに今タイさんいるので、もうちょっとあと2年ぐらい頑張りましょう。絶対大丈夫。そこが終わるとグッと運気上がって新しいステージに上がるので、あと2年頑張ってくれれば大丈夫です、タイさん。あとじゃあちょっと今結果がね微妙だったんで、タロットカード好きな番号もう見てないかな。あ、落ちた、やばい、もう見てないか。あら、細木さん今年12月一度の、え、マジ？そっか、ごめんね、細木さんのとちょっと違うかもしんないけどね。じゃあ、タイさんこれ、じゃあ好きな番号を上から番号を言って、そこの番号のカードを見るので、好きな番号を言ってください。何番がいいでしょう。はい、ここからやります。上から何番目がいいでしょう。何番がいいでしょうか。何番でもいいです。確かにもっと、ちょっと待って、そんな個人情報マジやばいよ、たいちゃん個人情報やめた方がいいよ。5番目ね、はい、1、2、3、4、はい、5番目のカードこちらです。あ、これはねいいカードです。女帝ですからいいですよ。これはねモテ期ですよ、たいさん。これモテるカードです。モテるとか、あとはそうですね、なんだろう、なんかこう、ちょっと露出してもいい、露出するものを着たりとか、あとはこうネックレスをつけたりとか、普段つけないピアスをつけたりとかするとすごく運気上がります。あと女性の星のやつなので、女子会開くとねすごく運気上がります。そういうのすごくいいですね。これでも本当モテ期のカードです。いいですよ、いいと思う。まあちょっとねこの今年の年の占いからするとタイさん少しあれなんですけど、今モテ期なんで大丈夫です。これはモテ期でカバーしましょう。多少ママ会でも良い、あ、ママ会いいっす、ママ会すごいいいと思う。そう、ママ会いいです、運気上がりますよ。今天中札に片足入っちゃってるんで、そういうママ会をやりながらそこの天中札の、バランスを取っていきましょう。はい、頑張ってくださいということでありがとう、協力してくれて。はい、皆さんタロットカードのやりたい方いらっしゃいますか。いや、見てる人いないか、誰かいますか。あ、ありがとうございます。そう、好きな番号を言ってくれると、誰かやりますか。あ、辻さんですか。辻さん、タロットカードやりますか。1枚引きなんでね、ちょっとざっくりした感じですけど、辻さんで合ってますかね。違うかな。
これ上から何番、8番目、あ、じゃあここから8番目、ありがとうございます。辻さん、1、2、3、4、5、6、7、8。あ、いいですね、節制。はい、節制いいです。普段連絡を取ってないお友達に連絡してみたらどうでしょうか。節制はつながる意味もあったりとか、まあいろんな意味もあるんですけど、つながる意味もあるので、そこから広がっていきます。なので、あ、そういえばあの人に電話してないなとか、あの人何やってんのかなとか、ちょっと気になる人がいて最近連絡してないなと思ったら、メールじゃなくて電話してみてください。まあメールを先にしてね、それから電話してもいいと思うんで、そこからね、次につながっていきますよ。すごくいいです、そういう。あとはね、このカードお水のカードでもあるので、浄化とかそういう、節制なんで、浄化の意味もあるので、汗かくことも非常にいいですね。岩盤浴とかすごいです。まあ簡単な感じですけど、誰かに連絡してみてください。まあ合わせて読むと、そうですね、誰かに連絡して一緒に岩盤浴行くとかどうですかね。そんな感じとかです。誰かやりたい人いますか。誰かやりたい人いますか。ありがとうございます、辻さん。はい、今日はライブ占いをやっておりまして、ライブ占いで生年月日とか、あとこれタロットカードで好きな番号を言ってもらって、そこから引いてライブでやったりしてます。はい、あ、やばい。そうなんですね、上からこう好きな番号を言ってくれれば、その番号をの意味を僕が伝えます。はい、なのでこれでも意外と今なんとなくノリで今やってるんですけど、これ生年月日の申ししていただけませんか。辻さんいいですよ、生年月日言えますか。年も言わないとダメですけど大丈夫ですか。こっそりコメントしてください。西暦でお願いします。こっそりコメントしてくださいね。1978年39、はい、1978年2月27日の39歳。はい、ちょっとお待ちください。なんかちょっと見てみますね。9です。サブ番号が6です、辻さんは。なので、何かあったら9番選んでください。で、9番なかったら6番選んでください。そうすれば運気が上がります。ちょっと今出してるんでちょっと待ってください。9、1、2、3、4、5、6、7、8。今だと3だから、3、うん、悪くないですね。うん、ああ、いいですね。こちら辻さんの、こちらが辻さんの占い結果になります。で、辻さんもし何かやること、今やらないとダメだなっていうことがあったら、来年持ち越さない方が絶対いいですね。今年中にやった方がいいです、絶対。来年の2月27日以降は、今よりも運気が下がります。ですので、もしやるなら、
2月27まで来年のですね、そこ今年はね勝負した方がいいですよ。うん、勝負してやった方がいい年だと思います。運気も悪くないので、39なので3と9足して12、1と2足して3で、基本3の倍数の年は運気が高いんですよ。なので、辻さんは3の倍数の年基本的にいいんで、3ので、そうですね、辻さんはそうだな、6と9だかな、うん、結構孤独な人ですかね。勢いはあってなんかやるときは行動派なんですけど、基本一人でも強い人です、この6と9っていうのは。6と9はすごく一人でも強い番号なので、なんか人とはってやるよりも個人でやった方がうまくいくと思います。辻さんはあまり大人数じゃない方が、美容師国家試験結果、美容師国家試験結果待ち中、そうなんですね、おめでとうございます。おめでとうございました。いや、まだ分かんないですね。夏頑張ってやります。いいと思いますね。そういう新しいのステップとしてやるのはすごくいいと思うので、なんか今年そうですね、結果待ちだからそれ受かってほしいですね。すごくいいと思います。うん、そう、来年持ち越すより今年受かった方が、頑張ってももし落ちても今年落ちないと思います。大丈夫です。だから月で見ても、辻さんは特に今年のもう本当3の倍数の月がいいんで、3、6、9、12の月もいいんですよ。そこで合わせていった方が、その月に、予定入れた方がいいですね。はい、そうそう、なんでさっきのと合わせて読んでいくとしたら、さっき節制っていうカードが出たんで、3の倍数の月に連絡するとか、そういうのがいいかもしれないですね。うん、でも頑張って、偉いですね。これ試験大変だったと思うんですが、はい、今年いいので頑張ってくださいね。いいと思います。なんか結構辻さんの場合は、グループでやっていくより個人で集中してやった方が技術もうまくいくと思います、きっと。はい、そういう方がきっと合ってる、番号で言ったらですけどね、合ってるんではないかなと思いますね。ということでですね、ライブ占いどうでしょうか。Facebook もいろんな機能があってすごいですね。あとはね、こういう石もあるんですけどね、石、これ石ですね、こういう石、こういう石もあるんですよね、はい、こういう石もありましてですね、こんな感じで私やっているんですが、美容師なのか占い師なのか、よく占い師までは言ってないんですけど、美容師占いのこのバッグがもう怪しいですもんね。